はいどうもお久しぶりでございます。謙虚松村でございます。その謙虚松村がお送りする今日のブログはと言いますと、順序がちょっと間違えたね。この間はハウトゥーオーリーから、うん、オーリーからのハウトゥーをね、ファッキンタカシットメンが終わらん時にサクッと取っちゃおうかなっていう。なんでなん入ってくんもん、あいつもう今の時点で入ってくる。ちょ待って、もう絡みづらいので入ってくるから、まあ、俺をでサクッとこうやって、どうせあいつもアファやからなんかルッスン俺もなんかやらしてくださいみたいなってなると思うから、まあ、なんかお前にやらせ、それはお前にやらせ、聞いてる方かしら、お前俺の仕事やこれは。ということで、まあでも前回のハウトゥーのコメントを俺チェックしたら、結構嬉しいこととか書いてあって、もう一回やってみようかなって気持ちになったので、さあオーリーやってみたいと思います。リクエストいっぱいあるからね。まあオーリーさんやらんけどな。気の向いた時に、そうそう気向いた時にやる。で、あともっとコメントくれな、俺もっと動かん。まだあかん、うん、いや、あれはまあありやけど、今回オーリーバー出せやんか。その時に前回以上の反響がないと、うん、削除するからな。確実に。みんなもほんまにコメントして、うん、見たくて見られん、うん、もう村長とかあれやな、周りに家族とか連絡してる人コメントしてやみたいな感じなんだよな。もうちょっとほんなら久しぶりに IS オーリーズからお送りやから、まあ、店長の原ちゃんから一言もらおうかな。あ、いい。まあ、奥で仕事してるふりしてる青いニットかぶっていうのはうちの店長でございまして、店長一言もらえますか。これからね、夏にかけてほらスケートをガンガン打っていくんで、はい、みんなも初心者から上級者の方までガンガン来てもらったらいいと思います、ね、初心者の方はビギナースクールがあるんで、俺教えてるからしっかり教えてくれるから、うん、カメラ入ってないけど俺教えてるから、まっちゃんがスクールで、うん、で、見てスケートとスノーボードの初対面にけん玉とこっち映して。なんでやこれ。この間俺店に来た時に接客が始まるのかなと思ったら、今男と男の勝負やから言うて相手してくれへんかった。店長がいいと、うん、ダーツでここ常に男の戦い繰り広げられてるから。ほんまにのせんのそれ。まあということで皆さんも時間があれば何回も言うけど、来い、行きましょう。じゃあまあこれと一緒で、あ、これは誰に対して言ってるか知る？誰？俺。声でかいから。はい、静かでございます。はい、それでは、この間リクエストのあったランカーね、オーリーをチョイスして私がアウトさせてもらいたいと思います。ちょ、ほんまいい加減しやこれ。ほんまにすいません。ほんまこれはもう本番じゃない今。すいません。信頼社会は怖いの。まあまあ、ほんでも最初にこのハウトゥーやってるけど、これあくまでも俺の経験上の話なんで、まあ、これをな参考にしつつで、まああんまこう鵜呑みにせずに、まあ、試行錯誤してやってほしいなと、まああくまで参考で、まずスタンス、はい、これがほんまに一番人それぞれやから、これはもうほんまね、いろんなスタンスでやってみて、まあ、基本スタンスはね、俺の場合は蹴り足、ね、そう、ここ人によったらここ先端蹴ると思うんで、まあ、俺結構ベタ足でこう踏みやすい位置で俺は OK やと思います。で、オーリー足、俺はね普通にオーリーするときはね、このビスの横ぐらい、で、まあ気分と高いもの飛ぶときぐらいちょっとこう狭くしたり、まあ、これを聞いて分かった通りどのスタンスでもいいってことです。まあこれが基本スタンス。そうですね、はい。あと注意することは、よくオーリーをする人、練習する人こうするんですよ、頭が下がる。ああ、うん、まあこれ赤が2つあって頭が下がってるのが一番ダメよね、うん、もう一つ視点はこっち、うん、ゆくゆくこうプッシュして前に進んで物飛んだり何やセクションを使ってオーリーするときのためにこうじゃなくて前を向いてこのままね、下がってこう飛ぶ、この意識を最初からしておくと、まあ二度手前になるという、最初は難しいと思うんですけど、じゃあ、ね、綺麗な姿勢っていうのはどんな感じですか。それは軸がなんかインストラクターみたいな軸にしよう。え、ハウトゥーやからな。だから軸がずれないっていうのは、このこっちに行ったり、うん、こっちに行ったりしないと、うん、まあ、ゆっくりやっていったら僕はいいと思います。まあとりあえず進んでプッシュしてオーリーする人は前を向いて、で、止まってオーリーする人、立ってオーリーする人は頭を下げないように、うん、で、あと前を向くに当たって注意すべき点が肩を開きすぎないと思う。これはなぜかって言ったら、みんな絶対あると思うけどオーリーの下って絶対こっち歪んじゃうの。その通り、ワインに決めた通り俺最初からここ開いてるの、なぜかって言ったらこっちに回る
逆に言ったら肩を入れてると回りやすくなる。だからちょっと肩は閉じて顔だけこっち、肩は閉じると抵抗できる。でもう一つ足こう前に出す、こうリーダーしたら前に出すんだけど、この前っていうのはやっぱこっちにどうしても動いてしまうの。これを注意して取り組んでください。あとはこの数ですね。出た数、これほんまに数がもんというか、叩いたもんだけがこう気づくところやね。はい、でまあ原理を説明しますと、こうスタンスして弾きますわ。弾くと当然この形になるさね。で自分も飛んでます、するとデッキはちょっと浮いてますわ。この空中にある時の操作が2層、これはもうどのトリックでも一緒。こっからうまいこと前足で突き出すというよりは誘導する感じ。その時に上がっていくこのテールの邪魔をしないように右足もタイミングよく前に誘導するときにうまいことこうやって上げてやると、するとこの形。こっからで足を下ろすんじゃなくて、デッキが落ちていくのと一緒に合わせて自分も自然の流れで降りていく。そして着地はビスの上、まあ、もしくは広くっていうのを心がけてると形の綺麗なオーリーができるかなと。ふんわり感も増すと。そうです、これ高さはね、ほんまに後からもう物飛んでいったりとかしたら自然と高くなっていくんで、最初から高さを求めるんじゃなくて最初からクリーンなオーリーを、やっぱ基礎がしっかりしてんかったら後つながっていかないから、うん、これはほんまにスケートボードのトリックのほんまスタートラインなんでね、これはもう投げ出さんとこうコツコツやってください。それでは一発ちょっとオーリーやりますと。疲れるな。着地は膝を使って吸収してください。それぐらいかな。はい、じゃあこのオーリーで、このフラットバンクと、クォーターのオーリーと最後にバンクトゥーバンク、これをねちょっとした、まあ、ハウトゥーまでいかんすけど、まあ、俺の映像を見て参考にしてください。はい、どうもお疲れ様です。今回ね紹介したフラットのオーリーとクォーターのオーリー、フラットバンクのオーリー、バンクトゥーバンクのオーリー、これ全部あと1分しかない、一緒なんで応用なんでね、まあ繰り返してみて、ほんまイラつくわ。今日場所はね、僕が働かせてもらってるアイエスオーリーズというショップの倉庫でパークがあるんですけども、そこでちょっと撮らさせてもらいました。ありがとうございます、店長。オーナーいつもお世話になっております。はい、まあね、わからんかったらまたコメントしてくれたら俺答えるし、で不定期ですけど答えれる範囲で全然ハウトやるんで、また楽しみにしとってください。はい、そういうことでみんなスケボー頑張ってください。お疲れ様でした。頑張れ。